高知中学校3年生徒会の平川葵です。今日は霊峰の授業についてお伝えします。高知中高生ニュース。今回は高知中学校から、日本の伝統文化の意義や大切さを学ぶ霊峰の授業の気になるニュースをお届け。礼儀や作法を通して心豊かな人間性を育む霊峰の授業。この日は中学1年生が浴衣の着付けと物の受け渡しについて学びました。着心地はどうですか？とてもいいです。何か霊峰で役に立っていることはありますか？お辞儀の仕方とかがとても役に立っています。霊峰の授業ではどんな学びがありますか？いつも生活している時とかに、その挨拶の時にお辞儀の仕方とかが役立ったりしました。物の受け渡しの授業はどうでしたか？物を渡す時にも様々なルールがあることが分かったので、これからたくさんの場面で活かしたいと思いました。以上、高知中学校でした。